誰だね君は。ここで何をしている？ちょっと待ちたまえ。ちょっと待ちたまえ。君、何者だね。勝手に研究所に入っちゃいかんだろ。それはこっちが決めることだ。ことと次第によっては警察を呼ばせてもらう。君が？西野は私だ。そうだ、エントランスで待っているように言っといたはずだぞ。勝手に署内をうろつかれては困るよ。それにそこら中で探偵事務所を連呼されるのもかなわないな。君らを雇ったのは私の個人的な理由でだからね。他の署員にはあまり知られたくない。これからは気をつけてくれたまえよ。所長、どうもありがとうございました。いや、別に構わんよ。いい記事は書けそうかね。ええ、おかげさまで。それはよかった。では私は仕事に戻らせてもらおうかな。あ、所長、最後にもう一つだけ。何かね。あの、研究所の職員の方が殺されたそうですね。お悔やみ申し上げます。うん、ありがとう。それで何か。犯人は被害者の臓器を奪っていったそうですが、ご存知ですか？いや、事件のことは聞き込みに来た刑事から断片的に聞いただけなので。犯人の目的は何だったんでしょうか？臓器を奪ってどうするつもりだったと思います？それは犯人か心理学者にでも聞いた方がいいだろう。ん？被害者から奪い取られた臓器は使用可能なんでしょうか？つまり臓器移植に。まあ絶対に不可能とは言えないだろうな。臓器が新鮮で状態が良く、レシピエントとドナーが適合していれば。それだけかね。では失礼するよ。所長は臓器移植について研究なさっていたそうですね。何が言いたいんだ？いえ、別に。私が研究員を殺したとでも言いたいのか？僕、私は別に何も。貴様が科学雑誌の記者でないことは分かっているんだ。ゴシップやね。私を探っても何も出てこないぞ。ちょっと話してよ。出てけ。二度と私の前に姿を見せるな。誰だ貴様？さては噂の料理人だな。そういうお前は誰だ？私はミノス。エマ様からの追いにつけ、貴様を生かしておかんぞ。ごめんなさい、私は検定官。検定官って君が？はあ、でもデプリバを食べ始めてからなんだかわからないのですが、その何かを忘れてしまったようなんです。もうグランシェフの検定もできません。それが何なのか思い出したい。ああ、教えてください。なんか情けない検定官です。ちょ、ねえミノス、美味しいものを食べればいいんだけど。君に検定してもらってグランシェフになれるの？それはなんとも。そんなことより、美味しいという言葉を久しぶりに聞いたせいか、無性に好物のシーフードピザが食べたくなりました。お願いします、食べさせてください。
アリデス様。なんだ。計算通り日食は今日の午後に始まる見込みです。ケルファーの娘もようやく諦めたと見えて今はおとなしくしています。すべてはフディア様のお考えの通り順調に。あの娘が急におとなしくなるのは妙だと思わんのか。遺跡内のすべての仕掛けを作動させておけ。よいな。はい、ファリデス様。ようこそ我らがグディア様の神殿へ。間もなく太陽は月に覆われ闇が訪れる。日食が起こるときヘルファーの娘と水晶の力に呼ばれたサーペントが世界を焼き尽くすのだ。お前の仲間たちも死に絶えるだろう。だがお前は死なせるには惜しい。我々の仲間になるのだ。そして偉大なルグディア様にその身を捧げるのだ。わしは同志醤油。重力を操り姿を消し無になれる。どうだ？もっと脅してほしいか？敵の指揮を奪うのだ。お先真っ暗にして。違う、ノックアウトしてから罵るのだ。臭い息で笑って。敵が倒れたら罵れ。死神が来てる。さあもう一度。違う、そうじゃない。まず攻撃してからトリガーを引くのだ。呪ってやる。これでパワーボールを2つゲットした。あと1つだ。下がりのついた分パワーボールが3つになった。両方のトリガーを引いて必殺技だ。希望を打ち砕いて。さあもう一度。これでパワーボールを2つゲットした。あと1つだ。お先真っ暗にして。パワーボールが3つになった。両方のトリガーを引いて必殺技だ。よし、それでいい。お兄ちゃん、会いたいよ。ん？お兄ちゃん、あれ？どうだ、調子は？はい！そんなに驚くことはないだろう。おじいちゃん、誰？お嬢ちゃんを診察した医者だよ。ここらでは唯一のな。お医者さん？おう、腕を出して。ねえ、おじいちゃん。黙って、すぐ終わるから。ただ脈拍を調べているだけだ。
口を開けて。え？口だよ、口。ほら、あーん。あーん。舌をベローンって。あーん。大丈夫、すぐ終わるから。これの記入が終わったら何でも君の質問に答えよう。だからそのまま待っててな。はい。どうしたの？例のお体はどこか悪いの？強いて言うなら、何それ？お手上げ。かもしれんな。こんな田舎の開業医じゃ対処しきれんのかもな。都会に出た息子に頼るか。おじいちゃんの子供は何をしてるの？医者の免許を取ったのに、何やらどっかの会社で研究に明け暮れてるらしい。医者は人を助けるのが本分なのに、こっちに戻ってくればいいのにな。まあそうか、言いたくないこともあるよな。まあありきたりだがな、私は医者であいにく体しか治せないんだよ。だから心の問題、特にレオさん自身に関わることは自分で一番いいと思った答えを探すしかないな。だからレンはこれからお家に。今日は泊まっていきなさい。え？部屋と布団は余ってる。少なくとも漁師どもよりは安全だぞ。でもでも、レンは網漁に帰らなきゃ。すぐ夕方になって日も暮れる。どのみち足止めには変わりない。でもでも悪いよおじいちゃん。患者をほっとくよりは悪くない。どうせ一人でのんびり暮らしてたんだ。いいの？もちろん。そんなに言うなら、じゃあよろしくお願いします。レウです。よろしく。私の名前は玉村だ。玉村診療所の所長だよ。言われた通り持ってきたで。あんた、こんなところで何しとるんや。ああ、どうもどうも。申し遅れました。ラッキー不動産の岡田と申します。それじゃ、念のため中を改めさせてもらいます。ラッキー不動産、岡田誠一。これは、君んち、ここなんか？ああ、それがどないした。すると、じゃあ一体どないしたいね。なあ、あんちゃん。あんちゃんって。どや、あの女、ええ乳しとるやろ。好きにしてええんやで。揉んでも挟んでも入れてもいいんやで。何のお話ですか？ねえ、タートルさん。大人の階段登ったりや、ささっとな。お、怪獣工作さん。ちっこいのがええか？ロリコンか？内緒にしてね、だと。あっちでもいいで。なんなら一緒でもええで。
いいなぁ、なりふり構わないすり寄り方。私好みだ。姉さん頼んまさな。わしゃ安住可愛がったてや。でへうんげ。やあ君たち、僕はクッキー第三形態だよ。はい。コンパクトになったことで頭脳が冴えるんだ。ま、この僕に任せてくれよ。これ大丈夫なのか。完璧だね。なんせ僕を作ってくれた人はすっごい大金持ちだからね。どんな機能でもインストールされてるよ。お金持ちが作ったからね。なんだかちょっと嫌味な性格になってるね。ってニーロが飛んでいった。何かしら急に。高機能がついていることに夢は驚きだよ。もともと僕はとあるロボットを元にして作られたらしいんだけど、どんなのか知らないけど負ける気がしないからね。とあるロボット。そう、なんか隣町に住む天才が作ったロボットに技術的に対抗すべく作られたのが僕、クッキー。でもどんなもんが来ても僕は負けないもんね。怪しげな信号をキャッチしたから来てみれば。あー、てめえ誰に断って同じような格好してんだ。僕は元からこういう形状だ。ちょっと顔貸せよ。やるのか。僕の制作者は大金持ちだぞ。だからなんだこいつ、生意気なやつだ。こっちへ来い。ロボはロボ同士、上下関係を教えてやるぜ。助けてくれ。腕の二三本もへし折ってやんぞ。腕ないでしょ。やっと突っ込めた。それまで口を挟まない展開だったから。どうします、連れて行かれましたけど。ロボはロボに任せるでいいんじゃない。いいか、でかい顔すんじゃねえぞ。じゃあ俺様は来ん。ミユが心配してっからね。飛ぶのはすごいけどフォルムが。あいつは隣町のロボットだったんだ。へえ、今のが気性が荒いんだね。君たちは僕を助けようという気がないのか。なんかあの声聞いたら体が動かないんだよ。あ、ちくしょう、あいつ今度来たら変形してジャンクにしてやる。まあそれはともかく、どいつは僕に任せて。